あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。珍しく私トムと太蔵さんが一緒に仕事をしております。珍しく、昨日からですね、夜行を伴うお仕事に来ておりまして、夜行の場合は原則的に、運転士が2名体制で、運行させていただきますので、これは僕がただ乗っているんではなくて本当に運転士2名で、運行させていただいて、今無事にお客様をお送りして、はい、さあこれから車庫に帰りましょうかと。帰りましょうかと。はい、本当にお疲れ様でした。本当に。はい。では参りましょうか。では出発します。はい。ゴールまで、そうですね、運行させていただくというようなお仕事が、そうですね、普段やったら飛行機に乗って、ね、北海道とか、はい、学校から空港までとか、ね、学校から駅までとか、そういう仕事がこのシーズン多いんですけど、はい、やっぱりコロナの影響で近場ということで、はいはい、バスで行ける範囲で、最初から最後までバスで旅行していただくと、そうですね、いうことで泊まりがけの仕事がほとんどですね。そうですね、ほとんどですね、はい、今はね。というわけで、いつも以上に YouTube メンバー顔を合わせておりません。そうなんです。太蔵さんとも今日本当に久しぶりに、久しぶり2人で乗馬させて、この間の高速運転動画もなかなかの反響でございまして、いやなんですかね、わかりませんけど、いやいや、本当勉強させてもらいました。太蔵さんは大先輩ですからね。いやいや、そんなことないんですよ。精神的支柱。いやいや、なんでもなんでも、トムさんに比べたら本当につまらない。なんかもう、その褒め殺しのしないみたいな。いやいやいや、もうほんまにね、僕はみたいなもん、ね、そういう汚い言葉を使わない。はい、誰にも望まれてないけど気づいたらおるみたいな、ね、あ、いやいやいや、そんなもんですか。要ですよ、要。いやいや、はい、で、今日は、トムが、担当させていただいているバスに、太蔵さんと2人で、乗務をしております。その通り、ちょっと前に、第24作でしたかね、私が待機中に運転席でお絵描きをしながらなんかグズグズ言っていた動画があったんですが、 ありましたね、はい、あの日は逆に太蔵さん担当のバスを私が乗務してたんですけれども、今日はトムの逆パターンですね。太蔵さんのバスはマニュアル車なんですが、はい、このバスは、オートマチック車のバスでございますが、はい、久しぶりなんじゃないですか、オートマのバスで。いや、本当そうです。長時間、長距離、はい、久しぶりですね。走行されたの、はい、どうでしたか。いやー、やっぱりね、僕はね、どうしてもマニュアル派で、もう昔の人間なんで。いや、あーね、仲良くなれないですね。何せ、アナログクルーズコントロールを辞任される。まあ、それもありますし、はい、まあ、いろんな細かいところがね、これに関してはまたね、そうですね、ゆっくりと時間をとって、はい、ね、オートマ派、はい、オートマ派、マニュアル派に分かれて徹底討論したいところですね。なるほど、はい、時間を作ってね、ぜひ三菱不動産見ていただいてますかっていう、はい、いや、ちょっと言いたいこともそうですか。私はね、もうこのバスが自分の担当車両なので、逆にマニュアル車のバスに乗る機会の方がもうみっきりと減ってしまって、うん、そうですよね、はい、いろいろでも、太蔵
藤さんおっしゃることもよくわかるんですけれどもね、よくわかるんですけれども、まあまあいいところもたくさんあるなっていうのも、はい、毎日乗ってるとありますんでね。まあ、はい、慣れてないっていうのもあるんですよ、僕は、ね、慣れてないっていうのもこれも確かに大きいと思うんですけど、はいはい、でも確かにそうですよね、ちょっと細かい操作っていうか、ちょっとずつにじり寄っていくような時とか、車庫入れとか、あとね、渋滞ね。そうですね、はい、意外とオートマの方が楽でいいじゃないのって思われるかもしれないですけど、どうでしょう、大蔵さんも僕もそうなんですけど、別にそれがあんまり苦痛ではないんじゃないですか。ですね、あの、ね、運転に楽は全く求めてない。求めてないですね、はいはい、あのプライベートの乗用車だったら楽な方がいいかなっていう時もありますけど、はい、バスの場合は、まあ、別に楽じゃなくても自在に操作できた方が、そう、思い通りにっていうことですかね、操作したりそっちが大きいですね、はい、ですね、その渋滞が一番難しいと思ってるんですよ、はい、バスのいろんな、ね、その運転の操作の状況の中で、渋滞、低速で低いギアで加減速を繰り返すっていう渋滞っていうのが一番難しいと思ってるので、はい、交差点を左折します、はい、はい、左往来、はい、そういった意味ではね、そうですね、うん、やっぱりマニュアル車の方が一律の長があるといいますか、うん、そうですね、はい、やっぱり自分の意思で動力をつないだり離したりできるっていうのはやっぱ大きいですね、そうですね、はい、でも昨日今日と長距離高速道路もオートマで走られて、あ、こういうところもいいなっていうのもあったんじゃないんですか。ありますね、例えば言ったら上り坂とかでシフトダウンしたいときに、はいはい、強制でシフトダウンするときに、はい、これ押せばもうやってくれるじゃないですか、はい、そうですね、そうなんです、これですね、これをポンと下に押してやれば強制でシフトダウンできるじゃないですか、はい、マニュアル車の場合はまずクラッチを切って、はい、でチェンジを変えて、はい、まずアクセル戻すとか、ね、アクセル戻して、はい、クラッチを切って、はい、でチェンジを変えて、そこで失速してますね、失速してますね、その駆動力がね、はい、切れてる時間が長いん で、 そうです、ね、これの場合はもうアクセル踏んだままでポンと押してやればもう一瞬でシフトダウンしてくれるんで、それは素晴らしいですね、確かに、はい、でショックもないですね、そうですね、それはさすがと言いますか、はい、はい、三菱相談の技術素晴らしいとは思います。そうさん聞いていただいてますか。素晴らしい、はい、はい、とは思いますね。それは私も思いますね、はい、はい、だけですかね。だけってこと、だけってこともそう、 あとね、やっぱどうしてもその発足あるんで、そのギアとレシオが近いんで、はいはい、ね、その細かく選択できるというか、うん、そのそういうのありますよね。マニュアル車は6速なんですね、はい、間がやっぱ広いんで、はい、そうですね、どうしても、ね、3速と4速のこの間があればいいなみたいな場面がまたたあるんですけど、ありますね、そういう点ではね、この8速 AMT っていうのはすごくいいところですよね、はいはい、それは思います。あとあれじゃないですか、そのオートマかマニュアルかっていうだけじゃなくて、このオートマチック車はその補助ブレーキが太蔵さんが魔術のように使われる、いやいやいや、補助ブレーキが、はい、これまた段数が多いので、そうですね、効きもいいですし、そうですね、ただちょっと効きすぎるところがあって、はい、はい、確かにこれリターダーなんですかね、はい、そうです、はい、ちょっと仕組みがそもそもマニュアル車の補助ブレーキとは違いますけれども、ね、はい、これがね、4段リターダーがあるんですけども、はい、はい、まあ、よく効くのはありがたいんですけど、はい、僕らに乗ってるのはパワータードっていうのが2段階ついてるんですけどね、まあ今のパワータードっていうのは本当に何ていうのか、もうふわっと、そうですね、全くショックでも、まろやかですよね、聞いてくれるんで、まあ僕は気に入ってますね、はい、はい、確かに、まあ機器もいいですしね、昔に比べるとかなり良くなってますし、はい、はい、そうですね、こういう話はそうですね、多分終わらないと思いますね、そうですね、尽きないです、はい、尽きないですね、尽きない、もう運転手がまあ2人集まるとそうです、ね、
はい、もうこういう話はもう尽きないですね。明日は太蔵さん休みですか？そうなんですよ。あ、私もね、明日ようやく休みで。久しぶりです。久しぶりですよ。久しぶりです。はい。まあ、もちろん、法の範囲内で仕事しておりますから大丈夫です。はい。でも、やっぱり、本当、休業をしていた時から比べると、ちょっと体調管理をちゃんとしておかないと。そうですね。休みの日はちゃんとやる。いや、本当そうですよね。はい、また、明後日からまた私も泊まりです。はい。はい、また2人ともね。はい。またちょっと今度、全然別の、はい、また別の修学旅行ですけれども。はい、別々の修学旅行の仕事に。はい、いや、でも本当に、もう冗談抜きで、嬉しくて。そうですね。はい。ありがたくて。で、しかもその、まあ、ね、この感染症のせいでっていうのもあるのかもしれないですけど、僕個人的にはスタートからゴールまで音もできるっていうのが本当に実は嬉しいんです。ああ、はい、それはありますよね。はい。やっぱりね、空港とか駅に送って、ね、はい、行ってらっしゃいっていうのは、はい、なんかね、はい、左往来です。はい。さあ、車庫の敷地内に入ってまいりました。はい、もう見慣れた、はい、視聴者の皆様にももうそろそろお馴染みになってきたのではないかと。そうですね。さあ、ちょっと今日もとっぷりもう日も暮れてしまいましたが、あ、でもまだ時間、まあまあまあ、そうですね。大丈夫ないですか、はい、夏場ならまだまだ。そうですね。確かに。ですけど、また給油して、お掃除お片付けをして、次の仕事に備えたいと思います。そうしましょう。はい。本当、2日間、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。